ほ吉岳は、大隅半島南東部にそびえる山であり、肝付き山地の最高峰である。鹿児島県肝付町にあり、かつての鉱山町と内野浦町の境界部にまたがる。北方に、国村岳、国見山が連なり、三山を合わせて、国見の三岳と呼ばれる。山頂付近は高さ20メートル、周囲120メートルの巨大な河口岩からなっており、岩のほらに、 ヒコほほでミソンを祀る石祠がある。山頂には一等三角点が置かれており、太平洋、高瓦山、霧島山に加え、遠く、鹿児島湾、薩摩半島、薬島、種子島を望むことができる。登山道としては、二股川キャンプ場から始めよシリンドを経て、南西から登るルートが一般的であり、他に、国村学を経て北から縦走するルート、 姫門林道を経て南東から登るルート、二股林道を経て北西から登るルートがある。山頂付近は鎖場となっている。椅子の木や赤菓子などの常緑紅葉樹に覆われているが、山頂付近には落葉紅葉樹も見られる。肝付山地にのみ自生する肝付蜜葉ツジや大隅蜜葉ツジが分布し、白い花を咲かせるアケボノツ,ツジの群落がある。豊吉岳の南西部。 荒西山にかけての標高700メートル以上の東南斜面はマンクロー県自然環境保全地域に指定されている。ヒコホホデミソンとトヨタマヒメとの間に生まれた草吹き不村をタマヨリヒメが育てた地であるとされる。このため母養子さんと呼ばれ、これが三名の由来になったと言われる。保養子竹、保吉竹と書かれることもある。また別名を笹尾学とも呼ばれ、 これは、草吹不豪村が生まれる際にへそのを切った竹が根付いて竹原となったためとされる。玉り姫が草吹不豪村を育てる際に母乳が出ないことに困り、頂上石祠ら近くの湧水をちぶに垂らしたところ、母乳が出るようになったとする言い伝えがある。また、北西山腹に京都の道と呼ばれる昌平地があり、彦コホでデ村や草吹不豪村が通った後と言われる。 古くから山岳信仰の対象となっており、肝月氏や島津氏の信仰を受けた。旧暦四月三日に、三丈を登山する風習があり、竹名あるいは三丈名と呼ばれていた。地元の若者たちは登山の前日にみそぎを済ませ、当日は早朝から権現山、国見山、国村岳、小吉岳の順に重装し帰りに、筒子の花を持ち帰って備えるな表しであった。 縁結びのご利益があるとされ、国見、国村、はじめよしの竹に三度参れば妻た、もると歌われる。AB、内野浦長ら調子、p p 十四から二十九斉藤厚志監修、健康になる九州の山歩き、p p 百五十から百五十一南日本新聞社、二千九年、i s b n 九百七十八から四から8 6 0 7 4 1 5 0一 高山郷土市 PP786 から791三国名小図へ森田清美鹿児島文庫35薩摩山伏 P90 春遠藤出版1996年 ISBN 4から915093から42から5内野浦町市 PP174 から176ありがとうございます